2013年ステップアップツアー最終戦京都レディースオープン、優勝は永田葵プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。はい嬉しいです、はい、欲しくて欲しくてたまらなかった1年間でしたね。そうですね、もう開幕から優勝を狙ってたので、本当に最後の最後で優勝できて本当に嬉しいです。はじめボギーでのスタートでした。どんなこと思ってました？まあ、最近ずっと1番ホールボギーが続いてたので、別になんかあんまり気にせずに、まあ、難しいホールなんでと思って、まあ、次があると思ってやってました。まあ、前半はねその後いい形になりましたけど、後半はなかなかお天気も悪かったですし苦しかったんじゃないですか？そうですね、雨と風が途中吹いて正直難しかったんですけど、まあでも周りに流されず自分のゴルフしようと思ってたので、それが貫き通せたのが良かったと思いますね。そのもう最後にね結果が出ましたよね。そうですね、最後のあのパターは多分何回打っても普通入んないと思うんですけど、ちょっと神様がちょっと微笑んでくれたかなって思います。いやもうきっとね一生忘れないパットになるんじゃないですか？そうですね、多分今日夢にまた出てきそうな感じですね。ね、2011年ポンポンとステップアップツアー勝って以来の2年ぶりの優勝なんですけれども、改めてこの2年振り返るとどうですか？そうですね、正直まあ苦しいことが多かったんですけど、優勝またできるっていうのを信じて、練習してきた結果が今日優勝につながったと思います。じゃあまたレギュラーツアー4試合出られるということで、来年の開幕戦も出られるんですよね。たくさんのご褒美ですね。はい、そうですね、まあ、とりあえずレギュラーツアーが目の前に再来週控えているってことなので、そっちに集中してQT の方も頑張りたいと思います。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。永田葵プロにお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。